野口誠一郎選手です。向こう町から調子どうですか？そうですね、間隔は5日ぐらいしかなかったので、調整程度でここに入りました。はい、なんと野口選手、はい、なんか今回ラストランって聞いたんですけど、本当ですか？そうですね、33年間、この業界で、働かせていただいて、最後は佐世保で、ラストランをしたいというのは、最近あったので、今回で、最後になります。いや、自分なんかもね、周りから言われて、やっぱ佐世保ラストランしてくださいって言われて、やっぱりいいですよね、佐世保が最後っていうのが一番ですね。そうですね、自分をですね、高校時代から育ててくれたバンクなので、まあ最後も最初も最後も、佐世保のバンクで終わりたいっていうのはありましたね。はい、じゃあファンに一言お願いします。33年間お世話になりました。今回最後になるんですけれども、地元ということもあって、一生懸命最後の力を振り絞って頑張りますので、応援よろしくお願いします。第1レースの選手入場します。全国の皆様こんばんは。長崎県佐世保市にございます佐世保競輪場99サンセットバグスです。佐世保競輪の9月第2節ビッグナイト競輪 F2 開催のオッズパーク杯、いよいよ最終日を迎えております。8レースがチャレンジ決勝、最終9レース A 級の決勝戦ダブルファイナルメインに、今日も全9レースお楽しみいただきます。星野恵さんと平尾雅也さんの予想バトル、いよいよ最終日、どういう結末を迎えるか、スター星野恵が勝つか、あるいは一本釣り平尾雅也が制するか、どうぞ2人の予想もご参考に、乗るか乗らないかは皆様次第でございます。全9レースお楽しみください。では第1レースチャレンジ一般戦6社立てメンバー紹介です。1番熊本ルーキー吉田悟、2番岐阜伊藤義弘、3番滋賀藤田恭一、4番福井長澤和道、5番地元長崎トップバッター野口誠一郎、そして6番地元2人目の川崎正康。6社立てのチャレンジ一般第1レースです。天候晴れ、気温23度、西の風、バンク内1コーナーから3コーナー方向、風速1メートルの最新のバンク情報です。1988年5月デビューから今日が通算2577回目のレースとなる地元5番の野口誠一郎、吉田悟も今日人気の一角支持を得ておりました。第1レースです。発走します。内側の1番吉田、2番の伊藤の自力型、初日予選4レースの再戦です。号砲鳴ってミッドナイト競輪オッズパーク杯最終日の1レースチャレンジ一般戦6社立てです。地元九州勢が前を取って並びを作ります。地元の2人、番手が野口誠一郎選手、3番手を川崎正也選手固めます。現在4番の長澤和道が4番手にいます。2番の伊藤義弘、3番の藤田恭一です。1周回目のこれから第3コーナー、4番手5番手前後入れ替わって隊列が3対3固まりました。地元九州前から中部近畿後ろ攻めであります。119期今回5人登場、今日最終日トップバッターです。1番車の吉田悟です。連日同期の橋本に叩かれ、予選は3着の内容、このメンバーでは唯一昨日準決勝を走りました。そしてシリーズ初の番手戦は5番車61期野口誠一郎であります。ここまで積み重ねた勝ち星は234勝であります。今日はルーキー吉田を目標、地元戦最終日しっかりと1着を取りに行きます。6番の川崎正康ラインを固めます。予選は田村ラインの3番手がありました。4番手後ろ詰め、予選はまくり追い込み届かず、4着の2番伊藤義弘、番手は初日同様4番の長澤和道、ラインの3番手は3番の藤田恭一、昨日は長尾ラインの3番手、1番吉田、先頭と車間をかなり開けて2番の伊藤にプレッシャーをかけます。何度も何度も吉田が後ろ警戒も、3周1コーナー先に伊藤義弘踏み込んでいく。1番吉田はここは合わせようとする、突っ張れるか、外から2番の伊藤がわずかに前に出たと
ところ内側吉田が応戦する打勝です。九州勢ここは3人できれるか、6番車の川崎が4番の長澤に絡まれて、6番車の川崎は分断されてしまった。野口はすんなり回って2番の伊藤義弘が3番でサイド、6番の川崎が追い上げて3番手は2番6番ヘソ、1番の吉田が最終1センターが2コーナーで少しペースを緩めています。2番の伊藤が詰まってしまってようやく2コーナーから下げたところ、1番の吉田が主導権を握って5番の野口、6番川崎地元でもぴったりとついた。3コーナーに入った2番の伊藤4番手、4番長澤3番の藤田、4コーナーから最後の直線に戻ってくる。1番吉田先頭、番手から地元野口先頭、最後迫っていく2着決まる。1番5番6番です、吉田悟です。ここは地元勢を従えて吉田悟が自分のペースにうまく持ち込んで伊藤義弘に反撃のチャンスを最後まで与えさせませんでした。なんとか伊藤義弘も追い込む勝負かけましたが届かず、番手野口誠一郎も1着を問いに全身全霊気持ちを込めて抜きに行ったんですが届きませんでした。吉田悟、野口誠一郎、川崎雅也選手です。地元九州の1番5番6番で入着の模様です。審判の決定をお待ちください。野口選手、お疲れ様でした。どうもありがとうございます。はい、どうですか今。まあそうですね、うん、無事に地元で3日間、ラストランを終えたということでちょっとホッとしてます。ホッとしてますか。はい、はい、いやでも感動した。もうね、佐々木明子さんからも他もね、100人ぐらいね、自分のフェイスブックに頑張った伝えてくれて、みんなからいっぱい来たよ。元選手とから現役選手から、やっぱり野口のまあその顔の広さがすごいよね、人望が。いやいや、そんなことないですけど。いや、秋彦さんも伝えてくれ、頑張った、今日のレース目よかったと感動したとかで、ぶわーって来てるよ、本当。あとね、いっぱいあるから逆に、めんどくさいから社名で送り返すから。今ね、野口選手にはね、決勝場なので直接伝えることがね、できない分、平野さんのところにね。はい、うん、そうなんですね、嬉しいですね、本当、はい、うん、いやすごい人気だなと。どうですか、ラストラン、搬送台に着いた時の心境っていうのは。そうですね、やっぱり初日2日もちょっと緊張はしていたんですけども、うん、3日目はやっぱり前の2日間と違って特別な、なんかこう思いが、うん、なんか過去の思い出が、あ、そういうね、はい、ぐーっと回ってくるとかね、来ましたね。直前までなんかそういう光景が頭の中に浮かんで、はい、不思議な感じでした。あれ、ね、ラストランした人しかわからないよね、本当。そうですね、周回中にボーって今までの過去が出てくるんですよ、はい、こうだったなって感じでね、はい、その中でもこう一番の思い出に残ってるシーンとかレースってありますか。そうですね、僕、うん、新人リーグ戦というのが私がデビューした頃はあったので、はい、新人リーグの2戦目で佐世保を走ったんですけども、決勝戦に残ったんですけども、と先行してもう簡単にまくられて8着とかそれぐらいの着だったんですけど、それ悔しいもんね、この世界でやっていけるのかなって正直、まあ、落ち込んだのを覚えてますね。はい、もうね、33年やってるからね、本当すごいよ。でね、自転車競技を入れたらもっと乗ってるよね。そうですね、自転車競技高校3年間やって、まあ競輪学校の1年もありますので、そうか、はい、それ入れたらもう37、8年、ね、そうですね、37年ですね、はい、と要その膝とか持ったね、じゃあね、膝とか腰がね。そうですね、まあ腰痛は結構あったんですけど、膝はそんなに痛いということはなかったんで、練習が足りなかったんですかね。いや、そんなことないですよ。足りなかったら早く首なってそんなに長く持たないよ。ねえ、やっぱりすごいよな。でね、ガールズのお弟子さんもおるしね。そうです ね、また頑張ってほしいよね、はい、その2人がね。あ、もう高橋は東京に行ってしまったんですけれども、はいはいはい、でもいつも成績がチェックしてるし、はいはい、まあ、入り口の方もですね、はいはい、ちょっと怪我が今年は多かったんですけども、ね、まあ、松山で復帰してくれて、うん、2人とも活躍することを願ってます。はい、うん、なんかね、松山でそれを見て井出口選手はショックやったらしいですよ、はい、野口選手にお返ししてないのね、はい、って感じで。そうなんですか。うん、やっぱりね、今怪我で復帰中ですからね。はい、うん、はい、今一番何したいですか。そうですね、まあ、毎日毎日練習して、まあ
疲れたっていうこともあったんですけれども、はい、自転車を離れたいという気持ちも あるんですけれども、なんか今日ラストランしてしまったら、またちょこちょこ自転車たまには乗りたいなっていう気分に今はなってます。素敵、やっぱりね、競輪人生は終わったんですけども、自転車人生はもうちょっと続けようかなと、たまに趣味で乗ったりとか、そんな気分ですね今は、ね、それだけこう長くずっと自転車に携わっていただけに、そうです ね、はい、ね、またあの自転車に対する思いも変わってきそうですよね。そうですね、なんかこうフラットに戻って、なんか楽しんで自転車を乗れたり、見たりできるのかなという、そんな感じがしますね。山さんは今自転車は、自分膝がもうダメですから、そうか、あの、ね、兵庫の丸山みたいにね、こう楽しんで乗るのもいいよね、引退してからね。そうですね、あっちゃ競技か、はい、まあ、競技はね、あそこまではね、あっちゃ競技してるもんね、丸山選手はね、はい、でもあのサイクリングでなんかあのなんとか街道とかを走ってみたりとかいう話もね、そうですね、見たりしますので、はいはい、ね、まあちょっと孫が、僕4歳の孫がいるんですけども、孫がもうちょっと自転車にちょっと興味を持ってくれて、はい、たまに、はい、もうちょっと大きくなったら一緒にサイクリングでもできたらいいかなって思ってます。本当ね、自転車乗れるようになったらね、はい、あ、なんかすごいこれからの楽しみも、意外とね、引退しても違う趣味のできたりするしね。そうですね、自分なんか釣りにハマったりとか、うん、意外と やめたら意外とね違う趣味も出てきますからね、なんかね。マイカちゃんは何かありますか、聞いてみたいこと。いや、なんか、いや、これ質問じゃないんですけど、あの、本当に私まだデビューして半年ちょっとしか経ってないので、あまりお会いしたりお話ししたりいうことは少ないんですけど、もう本当に野口選手のラストランにね、こうやって立ち会わせていただいて、ここから見届けられたっていうことが本当に光栄で、もう本当にありがたいですね、私からすると、いや、私もあのそう言ってくれると本当に光栄です、ありがとうございます嬉しいです、本当に嬉しいです、はい、ありがとうございます、はい、いや本当ね、もう野口人格者ですからね、もう高校時代からね一緒練習ねしたことあってね、ごめんね、押しいじりでね、もう平尾さんにはもう本当にお世話になって、いろんなことを教えてもらって、もうレースも何回か一緒に走らせてもらって、勉強になることばっかりでしたね。ありがとうね、はい、もう、変なことも教えてね。いや、本当真面目ですからね、野口選手はね。まあ、そういう人望もあるんですよ。で、今度は後輩がみんなショック。江口浩生からみんなもうショックですよっていうね、そこでもう後輩からも慕われて。そうですよね。またあの今ちょっとねこんな時期なので、あのちょっと叶わなかったんですけど、スタジオの方にもね、遊びに来ていただいたり。はい。はい。さ、ありがとうございます。はい、これからもよろしくお願いします、はい、というところで、はい、はい、よろしくお願いします。では33年間応援してくださったファンの皆様に最後にメッセージをお願いします。33年間ですね、あの競輪人生をですね送られてきたのは本当ファンの皆様の声援と、あの先輩後輩方のアドバイスのおかげだと思ってます。33年間の競輪人生をですね、あの経験をですねこれからも生かせたらいいかなと思ってます。本当ありがとうございました。33年間、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。